あとね、ご相談したいことがあって、私郵便物をよく開けてるじゃないですか。はいはいはい、郵便物ってか、あの台本によく右手で食べてるって言うんですけど、右手が効かないでいいですか。そうですよね、はい、ちょっとハサミとかは使えないと思うので、これをあのちょっとちっちゃくして台所にいつも置いておきたいんです。で、なんでかっていうと、郵便物をここに置いて、これでカッターで封筒だけこうやって切りたいんです。なるほどなるほど、うん、はい、そ、このカッターは使えるんですね、はいはい、ハサミとかは左手のハサミ、私左利きじゃないので切れないので、はいはいはい、郵便物の封は必ず自分でこうやって切ってるっていう風にしてもいいですか。はい、大丈夫です。あ、この人頭だけはなんかしっかりしてるんですよね郵便物は必ず自分でなんか管理するって癖があるので、はいはいはい、これをこれぐらいに切ってもらって、はいはいはい、台所にいつもこれがあの郵便セットであるということにしてもいいですか。はい、わかりました、大丈夫です。でも必死に生きてきたんやで、毎日毎日必死に、あ、ミツバチみたいに生きてきたんやでなんでリンが泣いてる